ね。はい。はい、皆様おはようごおはようざごいざいまます。す。音と水でね、皆様をクリアクリア、ピアピアにしてね、より豊かな人生にサポートしております。ネオサ、ね、でございます。ネはい、オサ、ミラク鳥ルさでん、ネネオオサ、サ。ね、逆になりましたね。ミラネクオル。サなのか、鳥さんなのかでね、まあ、どっちでもいいです。ね、はい。ということでね、本日も素敵な皆様と、ね、朝トレを行うことができました。ありがとうございます。はい、本日の朝トレ、ネオサ、フチタラトークでございますけど、今日はですね、テーマはね、水でございますね。水つってね、皆さんね、これご覧のか、なってる皆様はね、フェニックスウォーターとかスメラウォーターを使っていただいて、水の魔法使いとしてね、大活躍でございます。で、ちょっと水のことにちょっとね、さらにこう考察、深掘りしてみましょう。もともと水とは何かっていうところで、まあ、記号で言えば H2O ね、化学式で言えばね、水素と酸素の、まあ、化合物ということなんですが、まあ、そういう難しい話は置いといて、で、我々が住んでるね、地球、ね、これ、宇宙から見たら青い星。ね、なんで青いかって言ったらほとんど海なんですね。はい。ですから、水の星とも言われています。宇宙から見たらね。なかなか宇宙全体から見ても珍しい状態なのかなって言われてますね。で、まあ、日本神話に出てきます、スサノオっていうのはね、なんか海を任されたっていうふうね、神話になっております。で、海イコール水イコール、まあ、地球そのもの、地球を任されたっていうことでね、まあ、いろんな神話がいろいろね、あるわけでございます。そしてね、まあ、水の星で、我々の体の中にもね、70%、赤ちゃんで言えば85%、お年寄りであれば50%、大きな幅があるんですね。まあ、一般的に70%って言われてますが、我々もその70%に行くようにしっかりね、水分をこう保持できればいいなと思っております。でね、水ではございますがね、やっぱ水はね、やっぱりこう、地球が水の星って言われるぐらいで、とてもね、命、生命とも、関係性が深くてね。で、水って言ったらね、例えば川とか海とか、例えばお風呂場に寄ったらね、浴槽に溜めたら水とか、水ってそういうところにしかないのかなと、キッチンとかね、水道とか。実は違うんですね。この空間、ね、こう湿度計で見ると、本日の湿度68%ということでね、この空間にすでに水分、水っていうのがあるんですね。はい。で、またね、水の秘密っていうところをね、どんどんと知っていけばいいと思います。では、地球をね、地球の未来を明るくする、未来、明るさま、ちょっと聞いてみますけど、なんか水っていうのはいろんな記憶を保持することができるんですかね。はい、そういう媒体ですね。まはい。ずはね。はい。ね、だから、ね、詳しい方に言わせれば、まあ、いわゆるそのコンピューターみたいだと。ね、水にいろんなデータがあると。で、有名なお話でね、水にバカ野郎とかって 言ったりしたら、水の結晶がね、こう、荒々しくなって、水にありがとうとか、愛の言葉をかけると、綺麗な結晶になるっていう話有名ですよね。まあ、あれも結局、水が情報を、記憶して、それなりの水自体が行動するというね、動きでございます。そういうことでね、この空間にも水がある。ね。で、海にも水がある。川にも水がある。で、我々の体の中の体液、血液も結局、まあ、水ね、細胞も水でできているということなんですね。ですからね、今一度、水というものにね、再認識、あ、水のおかげで我々は、こう、元気で健康に生きてるんだなっていうね、気持ちを水にね、こう、伝えることによって、より自らの恩恵がね、受けれるっていうふうなね、ことなのでございます。ね。でね、水ではございますがね、これね、水って本当ね、水だってまだまだ我々がね、分かってない秘密的なことがたくさん奥深いものがありまして、例えばこの体ね、ここ皮膚があるじゃないですか。で、皮膚の体内にある、まあ、水、そして体内の水、実はね、これが光のエネルギーでバランスよく循環していることが一番健康なんですね。健康な状態ということで。よく言われます、このマイナスイオンとかプラスイオンとかでありますよね。結局その電子的なものも結局水。水ってのは光の存在なんですね。で、その体内の光の状態と体外のこの光の状態、いわゆる、陽とか陰とか、そう、陽イオン、ね、陰イオンとあるんですが、そのバランスをしっかり保ってるのが水と、我々のこのね、バランス感覚なんですね。で、この水との関係性で、体外と体内のそのイオン化ね、そういうふうなバランスが崩れてしまったら、
病気になったりしますということなんですね。はい。でね、おすすめといたしましてね、皆さんにはもうすでにね、スメラウォーター、フェニックスウォーターたくさん使っていただいておりますけど、ご就寝前にね、コップ一杯のね、まあ、白湯がいいですかね。あ、お母さんもされてますよね。毎はい。日飲んでまね、す。お風呂上がりにね。まあ、塩うん。も入れますよ、私。塩もね、塩も入れてね。で、それを飲むとどうなるか。それ飲んで、まあね、床に疲れてお休みになるわけですよ。その間に、その水がね、やっぱ光持ってるんですね。で、体の中をね、修正してわーっとね、体の中回るんですよ。で、我々の体ってね、いろんなまあ食品添加物とかいろんなまあ状況によって、健康に良くない、いわゆる重金属であるとか、そういうものがこう溜まってくるんですね。だからね、水ってすごくて、水はね、あらゆるものを光で包み込むっていうね、性質がございます。ただね、そういう重金属さえも、こう、包み込んで、まあ、結局汗とか、便とかでこう流していくんですね。はい。で、その寝てる間に健康になっていく。じゃあ健康にしてくれてるのは何かというのは水なんです。だからね、水の、水分率が足りないと、そういう浄化作用が、こうね、パワーが減りますので、調子悪くなるんですね。ですから、ご就寝前にしっかりとね、良いお水、ね、いわゆるそのスミラルウォーター、フェニックスウォーターをね、飲んでいただいて、眠りについていただくと、で、翌朝、それで排便するとね。ただ、こう、体の循環がね、そう、生命の本来のシステム、ね、昼に活動をして、寝てる間に体が修復されていくっていうサイクルがね、こう、どんどんと良い状態になっていきます。ということなんで、おすすめとして、寝る前には、白湯をね、飲んでいただいて、床についていただく、まあ、でときいたう。ら質を良くするために塩も一緒に。塩ね、私はい。はいつもちょっとこれ本当どうだろう、一つまみ。一つまみかもうちょっと多いけもうちょっど、と、小さじ1杯。小さじ1杯は多いけど多い。10分の1ぐらいでいいんですけど、手の辺のっけでカッて口に入れてフェニックスウォーター飲むっていうのをやってるんですけど、なんかそれをやると朝体が楽、やっぱり水だけよりもミネラルを入れたミネ方ラが、ルですね。は水い。によってミネラルがあるないっていろいろあるので、だからやっぱり塩は入れた方がいいと思います。はい。はい。というね、より健康のためには、塩と水、これは、ね、寝る前にね、いただいて、お眠りについていただくと良いですよというお話でございはい、あましりがとうた。ございはます。い。では今日も軽く明るく楽しく穏やかに過ごしていきましょう。では締めいきたいと思います。はい。ミューでトは外していね、ただいてよろしいですか？